満塁本塁打または、グランドスラムは、野球やソフトボールにおいて、三つすべての塁が埋まっている、満塁の場面での本塁打である。したがって、一つのプレーで読んだ点が入る。ザ・ディクセン・ベースボール・ディクショナリーによると、グランドスラムという用語は、コントラクトブリッジに由来する。ゴルフやテニスでも、すべてのメジャー大会で優勝することを、グランドスラムという。 職業野球が始まった1936年9月23日、甲子園で、名古屋軍の岩田嗣夫が、金社地の内藤構造から打ったのが、日本プロ野球初の満塁本塁打だった。2017年9月29日に、プロ野球通算10万号本塁打が記録されたが、そのうち満塁本塁打は1リーグ時代82本、セリーグ1097本。 パリーグ1,108本の合計2,287本。トロイトロージャンズのロジャー・コナーは、1881年9月10日に、メジャーリーグベースボールで、初めて満塁本塁打を打った選手であると、信じられている。1871年9月5日に、全米プロ野球選手協会の、ボストンレッドストッキングスに所属する、チャーリー・グールドが打っているが、 全米プロ野球選手協会は MLB であると認識されていない。1987年、ドン・マッティングリーはシーズン6本の記録を樹立した。アレックス・ロドリゲスは2013年9月20日に、それまでのルー・ゲイ・リッグの23本の記録を抜き、MLB の歴史上最多の24本目の満塁本塁打を放った。ドン・マッティングリーは1987年に1、 シーズンで6本の記録を持っている。トラビス・ハフナーは2006年にマッティングリーの記録に並んだ。また2009年にはアルバート・プホルスは1955年にアーニー・バンクスが記録した1シーズン5本のナショナルリーグ記録に並んだ。1881年のコナーズの最初のものを含めいくつかの満塁本塁打は1点差のサヨナラ本塁打であった。 野球ファンの中には、これを、究極の満塁ホームランと呼ぶ者がいる。ロベルト・クレメンテは、1点差の、サヨナラランニング本塁打を打った、唯一の選手である。これは、1956年7月25日に、外野が広いことで知られる、フォーブスフィールドで行われた試合で、ピッツバーグパイレーツが、シカゴカブスを9から8で破った。 2005年のシーズンでは5017本の本塁打のうち2.6%の132本が満塁本塁打であった。2006年6月13日から14日にかけてミネソタツインズはボストンレッドソックスとの連続した2試合で満塁本塁打を放った。そのうち6月13日のものはジェイソン・クベルによる延長12回のサヨナラゲームとなった。 2006年6月23日から25日にかけて、シカゴホワイトソックスは、ヒューストンアストロズとの連続した3試合で、満塁本塁打を放った。スコット・ポドセドニックは、第1試合で、生涯唯一の満塁本塁打を放った。翌日、ジョー・クリーディも生涯唯一の満塁本塁打で続き、第3戦では9回裏2アウトから井口忠人が、同点に追いつく。 満塁本塁打を放った。ホワイトソックスは、1993年に、デトロイトタイガースが達成して、以来のチームとなった。一方、2007年のカンザスシティロイヤルズは、4月13日と14日に、ボルチモアオリオールズ、4月16日に、タイガースと3試合連続で、満塁本塁打を浴びた。また2006年には、 クリーブランド・インディアンスのトラビス・ハフナーは、オールスター前に5本の満塁本塁打を放った。7月16日、ニューヨーク・メッツのカルロス・ベルトランとクリフ・フロイドは、シカゴ・カブス戦で11得点を奪った6回に、満塁本塁打を放ち、MLB としては8度目、ナショナルリーグとしては4度目の1イニングに、満塁本塁打を記録した。 MLB 初打席で満塁本塁打を放った選手はこれまでに4人いる。1898年のビル・ダグリビー、2005年のジェレミー・ハーミダ、2006年のケビン・クーズマノフ、2010年のダニエル・ナバである。クーズマノフ、ナバ、ダグリビーは初級であった。また、ハーミダは代打であった。アトランタ・ブレーブスのトニー・クロニンガーは 1966年のサンフランシスコジャイアンツ戦で1試合に2度の満塁本塁打を放った。これは投手としては唯一の記録である。シアトルマリナーズのフェリックス・ヘルナンデスは2008年6月23日のニューヨーク・メッツ戦でエースのヨハン・サンタナから1973年に指名打者制が施行されて以降アメリカンリーグで投手として 初めて満塁本塁打を放った。フェルナンド・タティスは1イニングに2本の満塁本塁打を放った唯一の選手である。1イニングに2本の満塁本塁打を放った唯一の選手はセントルイス・カージナルスのフェルナンド・タティスで1999年4月23日にドジャースタジアムでロサンゼルス・ドジャースのボクサン・ヒロシから3イニング目に打った。 一試合に二本の満塁本塁打も、クロニンガーに続いて、ナショナルリーグで二度目であった。僕は、一イニングに二本の満塁本塁打を打たれた二人目の、大リーガーとなった。一人目は、ピッツバーグパイレーツのビル・フィリップスで、1890年8月16日に、トム・バーンズとマラカイ・キットリッチに打たれた。同じ打者から打たれたのは、僕が初めてである。 タティースは、これが、初めての満塁本塁打であった。ボストンレッドソックスのビル・ミラーは、2003年7月29日のテキサス・レンジャーズ戦で、史上唯一、一試合に左右両打席での、満塁本塁打を放った。ニューヨーク・メッツのロビン・ベンチュラは、1999年5月20日のミルウォーキー・ブルワーズ戦で、史上唯一、ダブルヘッダーの両試合で、 万類本塁打を放った。2011年8月25日のオークランドアスレチックス戦でニューヨークヤンキースは史上初めて1試合に3本の万類本塁打を記録した。ロビンソン家のラッセル・マーティン、カーティス・グランダーソンの3人で3本とも異なるイニングに記録された。7から1のビハインドから2本目の万類本塁打で逆転し、 最終的には22から9で勝利した。2020年8月17日から20日にかけて、サンディエゴ・パドレスは、テキサス・レンジャーズとの連続した4試合で、満塁本塁打を放った。フェルナンド・タティス・ジュニアは、第1試合で、翌日は、ウィル・マイヤーズ、第3戦では10回裏に、マニー・マチャドが逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、4試合目には、エリック・ホズマーが、 満塁本塁打を放った。また、一試合目のフェルナンド・タティス・ジュニアが本塁打を打った、際、レンジャーズの指揮官、クリス・ウッドワードが、不分立破りなどと批判し、タティス・ジュニアの本塁打後、変わった投手が次の打者マニー・マチャドの腰の後ろを通過する、報復とも取れる投球をしたことで、投手に三試合、ウッドワード監督に一試合の出場停止処分が、課された。 太地の選手は、2020年時点で現役である。1、ナショナルリーグ記録トラビス・ハフナーは、2006年に、マッティングリーの記録に並んだ。A、アメリカンリーグ N、ナショナルリーグマイナーリーグでは、チームによる1試合3本の満塁本塁打が、達成されている。1991年5月16日に、トリプル A 級カルガリー・キャノンズが、タコマ・タイガースを相手に決めた。 デーブ・コクレーン、チャック・ジャクソン、アロンゾ・パウエルの3人で、試合も22から7で対象した。8月24日、1939年フィリピン出身の、強打者、リベラ巨人軍史上初の満塁本塁打、鈴木刑事が、最多560飛本塁打、10万号アラカルト、ホークスパウンド・シミズ、マリーンス。2007年4月2日閲覧。 2013年8月22日、公式戦、試合結果。2018年9月30日閲覧。チャールトン、ジェームズ、ザ・クロノロジーから1871。baseballibrary.com l, l, l、I B R A R com。2007年10月29日閲覧。 http://www.baserl-almanac.comslash コロンススララッッシシュュ r e c b o k s variance, s rbgrsl shtmlhatultimategrandslamsssy.com http://sportsilustrated.cnn.com スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ2002スラッシュ05スラッシュ17スラッシュウルティメイトグランドスラムズ2002年7月30日、閲覧。ストーン、ラリー、ノートブック、グランドスラムバイ、フェリックスヘルナンデスイズワンフォーザブックス。ザ。 シアトルタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ seattletimes.nwsource.com スラッシュ html スラッシュマリナーズスラッシュ2008013961マリノツ 24html2008 年12月30日、閲覧、um、ルーゲリッググランドスラムズ。ベースボールアルマナック2013年9月21日、閲覧。 キャリアリーダーズ・フォーグラウンド・スラムズベースボール・アルマナック2021年4月12日閲覧佐山和夫野球の英語 A2Z 佐山和夫が語るアメリカ野球用語三おさむし p36isbn978 から43億84005万1 7 7 3 a l o n z o p o w e l b、ASE、b、ALL、r u l l p e n b a s e b a l l r e f e r e n c c o m ありがとうございます。